マンビジ。マンビジ、ローマ字表記、マンビッチ、アラビア語は、シリア、シリアアラブ共和国北西部の都市で、アレッポ県、県とアレッポに属する。古代の名は、ヒエラポリス・バンビュケ、ハーポラス・バンバイス。古代のマンビジはギリシャ語では、バンビュケ、バンバイスの名で登場するが、ダプリニュース、v 十三は、そのシリア語名をマップグ、マボグ、 または、マボグ、マブーと述べている。元は古代アルメニア王国のコンマゲネ地方の聖地だと考えられるが、歴史記録への最初の登場は、セレウコス朝時代であり、首都アンティオキアとチグリスカ藩のセレウキアを結ぶ、国道上にある拠点であった。また、シリア地方の女神アタルガティス、アタアガーティス、キリシャ人は縮めて、デルケトダーキトと呼んだの祭祀中心であり、 キリシャ人はこの都市を聖地の都市ヒエロポリス・ハイロパリスまたは聖なる都市ヒエラポリス・ハーポラスと呼んだ。アタルガティスの神殿は紀元前53年パルティアとの戦いに赴くローマのマルクスリキニウスクラススにより略奪された。アタルガティス神への信仰はコンマゲネの住民であるルキアノスによるものとされる有名な小冊子 シリア女神についてに登場する。この文章では、神殿での崇拝や飲めや歌いの大騒ぎぶり、アタルガティス神の聖なる魚が泳ぐ水槽について、衝述されている。シリア女神についてによれば、神殿では断根崇拝がされており、信者たちは木や聖堂でできた小さな断製像を捧げている。大きな断根が神殿の前にオベリスクのようにそそり立ち、 年に一度はよじ登る儀式が行われる。神殿には神官しか立ち入れない聖なる部屋があり、その前には、聖堂の大きな祭壇が立ち奥に、神像群がある。その前提には犠牲に捧げられる動物や鳥たちがいる。神殿には三百人ほどの神官が使え、その他体制の人が奉仕している。聖域の中央には大きな池があり、信者たちは中へ泳いで、 水の中に立つ祭壇を飾り付けるのが習慣となっている。境内では自称行為やその他の乱畜騒ぎが行われる。また町に入ったり神殿を最初に訪れる際には複雑な儀式があるとされる。3世紀、マップウグはユーフラテス川地方の中心都市でシリアの大都市の一つだった。プロコピオスはこの町を世界のこの部分では最大であると述べている。 しかし四世紀に皇帝ユリアヌスがサーサーアン・アサとの戦いのために兵を集め陣中で没した頃には冷落した都市となっている。東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス一世はこの都市をサーサーアン・アサのスロー一世から守ることができず、ホスロー一世はマ末グを人質にして要求をした。八世紀後半、アッパース長のハールーンア・アイコールラシードは町を 修復し、以後東ローマアラブトゥルクがこの町をめぐって、相争った。12世紀、十字軍が、セルジューク朝からマンビジを奪ったが、サラーフアッティーンが1175年に脱会した。後に、中東へ侵入したモンゴル帝国のフレグが、マンビジに、司令部を置いたが、この際に廃墟となり、以後長らく再建されなかった。 万美寺の遺跡は広範囲にわたるが、ムスリムの時代まで残っていた町であるため、死壁などの廃墟の多くは、アラブ人が作ったものであり、往年の大神殿などは残っていない。古代の遺跡のうち最も有名なものは、聖なる湖の後で、海岸上の岩壁や水中にあった段などが残っている。万美受けでの貨幣中造は、紀元前4世紀に始まり、アラム語が書かれ、 王冠をかぶった女神の胸像や獅子に乗る女神像があしらわれている。ローマ帝国時代も女神が貨幣に彫られていた。また、バンビュー周辺ではローマ時代から多くの絹が作られていた。現在のマンビジの町の建設は19世紀に遡る。ロト戦争の直後の1879年、現在のブルガリアのビディンから、 オスマン帝国に逃げてきた人々がこの地に町を建設した。多くの遺物が発掘されたため住民は近隣のアレッポやアインタブ、現在のガズイアンテプの町のバザールで売っていた。2011年からのシリア内戦で一帯はマンビジポケットと呼ばれる激戦地になった。内戦の最中だった2012年7月20日にマンビジは地元の反乱勢力の手に落ち、 反乱勢力が死の実権を握った。12月には市議会議員を選出する選挙が行われた。2014年1月にはアイスセルの勢力が反乱勢力を駆逐し死の実権を握った。以降、マンビジは洞窟された異物類や考古学的発掘に用いられる装備などの交易の拠点となった。アイセル支配下のマンビジにはヨーロッパなどから志願して アイスセルに参加した者たちの訓練の拠点となり、多数の外国人兵士が当地に滞在したが、特にイギリス出身者が100名を超える規模で行ったため、リトルロンドンとも称された。2016年6月、シリア民主軍がお開始し、6月8日には完全に死を包囲した。8月12日には2ヶ月に及んだ戦闘の末に SDF が完全に万ビジを掌握した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。